です。来てよし、見てよし、買うてよし、ようこそ天神橋商店街天禄てんこ盛りスタジオへ。はい、こもさん、小森康則でございます。今日ももう4時ぐらいに目が覚めてしまいました。朝風呂に入って、して出てまいりました。寒いですね。膝掛けをしておりまして、そういや去年の今頃でしたけれども、ロサンゼルスへ行った時に飛行機でもらってきたあのブランケットですね、薄いやつですが、これやっぱ膝掛けてかけとくと暖かい、暖かいですね。当たり前、当たり前ですけども、今日も贅沢ブルーベリースの株式会社笠間の提供でお送りをしてまいります。この後9時から電話の受付が始まりますが、今日は贅沢ブルーベリースを、こちら飲むヨーグルトに入れてみました。もうちょっと混ぜてから、ね、混ぜてから飲んだ方が良かったですね。見た目どうかなと思って。はい、あのお水で6杯ぐらいに割っていただいても結構ですし、私が13年半、毎朝2時半3時半起きでラジオを続けてこられたのはこの贅沢ブルーベリースのおかげでございます。新春キャンペーンをやっておりまして、昨日からもう早速お電話をたくさん頂戴いたしましてありがとうございます。初回限定ではございますけれども、合言葉を言っていただきましたら送料650円が無料になるということと、コモさんのところのこのスマホに貼っていただくとトイレで忘れても目印になるというこのステッカーですね、てんこ盛りスタジオのステッカーをお送りをするというのでお電話を頂戴いたしました。合言葉はてんこ盛り玉でございます。お年玉ならぬてんこ盛り玉。昨日も、電話がかかってきたそうでございましてね、で0120-780-337番に、まあ、9時以降かけていただきますと、はい、あちらの笠間さんのですね、スタッフの方が出られます。もしもし笠間さんですか、てんこ盛り玉ください。いやすみません、てんこ盛り玉を売ってはいません。そもそもてんこ盛り玉って何ですかということですので、てんこ盛り玉は売ってないんですけど、てんこ盛り玉と電話口で言っていただくか、ネットでお申し込みの方は備考欄のところにてんこ盛り玉と書いていただきますと初回送料無料となります。650円お得ということと、そしてステッカーが届きますので、どうぞお電話お待ちしております。あなたも私と一緒に贅沢ブルーベリース仲間に入ってくださいませ。さあ今日は朝日新聞を買ってまいりました。政治と金をめぐる問題につきまして、もう検察諦めたでということを書いている新聞と、いやそれを書いてない新聞もありますよという、そんなご指摘もございました。はい、今日は朝日新聞、岸田派立憲へ、岸田総理立憲へ、やったらすごいんですけど、資金パーティー裏金事件で朝日新聞は、岸田総理が会長をつい先日まで務めていた岸田派の元会計責任者について明日にも立憲する方針を固めました。また二階派会長の二階氏の事務所についても二階氏の秘書を在宅起訴するということです。おとといは150人の所属議員を集めた自民党やってる感演出政治刷新なんてできやしない本部の会合が昨日も開かれました。有識者7人が来て、それぞれの立場から政治と金をめぐる問題に意見を述べましたが、38人いる政治刷新本部の役員のうち昨日出てきたのはわずか10人だけ。せっかくの先生方のありがたいお話でしたが、聞く人は10人しかいませんでした。
自民党で法務副大臣をしていた柿沢未途議員が江東区長選挙をめぐる公職選挙法違反の罪で起訴されました。議員辞職要約するんだそうです。共産党は23年にわたってある意味独裁体制を守ってきた志位委員長が退任し、 NHK 日曜討論でおなじみの田村智子さんが後任となる人事を今日の党大会最終日で承認するということです。まあ去年からずっと言われてたことですけどもね。日本航空は4月1日付で新しい社長に鳥取光子さんが専務から昇格すると発表しました。1985年昭和60年入社、コモさんと同期になります。 TDA 東亜国内航空のスッチャーデスさんから JAL のトップとなるということです。お姉ちゃん、女の子、そんな扱いだった雇用機会均等法以前の入社でここまで来たのはすごいと思いますし、ただそれで女性だからと見てしまう自分も社会も嫌いです。日本維新の会の馬場代表は16日日本外国特派員協会で会見し、大阪万博が成功すれば地震で苦しむ北陸に夢や希望を感じてもらえると独自の視点を世界に向けて発信しました。復興のために金も資材も大工さんも能登に集めましょうよという声を聞く耳は馬場さんには全くないようです。東京墨田区の認可保育園で園児に対し押し入れの中でわいせつな行為をしたとして26歳の保育士が逮捕されました。和歌山県串本町と那智勝浦町を結ぶトンネルが浅川組などのずさんな工事で開通できずにいる問題で、昨日会社側が会見を行いました。30センチ必要なコンクリートが一部わずか3センチしかなく、俺はトンネルの専門家だという現場所長が勝手にやったことになっています。日本テレビのエースアナウンサー藤井貴彦さんがこの春退社し、フリーとしてニュースゼロに有働さんの後を受けて担当するということです。 NHK の青井アナウンサーもフリーになってフジテレビのイッのキャスターになるそうです。以上1月18日の木曜日、朝刊チェックヘッドラインでした。時刻は8時54分に今ちょうどなったところです。現在1600、700人の方に同時見ていただいておりましてありがとうございます。このぐらいの人数が同時に見ていただきますと、1日のなんか YouTube の同時接続数ランキングみたいなのがありまして、ちょっとやっぱり気になるんで見てみましたら、先日97位でした。微妙ですよね。あ、いや、ベスト100、ベスト100には入ってるけど、97位って、まあ、まるでサンドイッチマンの、なんか食リポの漫才で、以上全国人気ラーメン店ランキングベスト198位の天下一匹からお届けしましたみたいな、そんな感じですけどもね。はい、ありがとうございます。さて、岸田派立憲へという朝日新聞の見出しでございます。自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる事件で、東京地検特捜部は岸田文雄総理が会長を務めていました岸田派高知政策研究会について、およそ3000万円の収支を政治資金収支報告書に記載しなかったとして、元会計責任者を政治資金規正法違反虚偽記載容疑で
19日にも立件する方針を固めました。関係者への取材で分かりましたと。今日じゃなくて明日なんですね、はい。そして二階派について会長の二階元党幹事長の事務所が3000万円を超える裏金を作っていたと記載していなかったとしまして、二階氏の秘書をこの同じ容疑で立件する方針も固めましたということであります。まあ、政治家本人にということではないので、胸をなで下ろしている人も多いかもしれませんけれどもね、はい。でそうですね、あの泉さんはずっとあのモーニングショーとかでも吠えてはりまして、最近あの田崎スシローさんが反撃に出てましてね、あの昨日私が顔真似しましたあのコロッケさん、あ違います、あの、石原伸晃さんかな、こんな感じで聞いてありましたが、もう忘れられないですね。もう寝てたらもう目の前に出てきそうですけどね。田崎スシローさんはめちゃくちゃまあ用意してるんでしょうね。フランスでそうなったのはいつですか。まあパッと答えられません、1900何年ですって、まあ、パッと答えられてですよね。もう要は追い込もうとしてるんですよね。そんなことも知らないんですかと、何年からやってるかも知らないんですかって、まあ多分言おうと思って準備してたっていう意地の悪い顔でした。いつも他のいわゆるメインキャスターの人に振られて、自民党に有利なことを言って、そうですかねみたいなことを言って、いやいやそうなんですよ、政治には金がかかるんですよ、いやまあ逮捕者は出ないでしょうねみたいなこと、あそうですかコマーシャルですみたいなことのところに泉さんが入ってきてますんで、でもこれまでやり込められてましたよね。意外に田崎スシローさんは反射神経はない人だと思いますんでね、同じ演者の一人としてで言うと、で準備を していたんだろうなと、そしたらもうパンと言い返されて、で片方だけ言っちゃダメなんですよそうって言ってね、うん、でもそれはなんとかでかんとかで、イタリアの場合はどうのこうのでってまたこう言われちゃうんで、そこに割って入るだけの和芸は田崎さんにはないんですよね。惜しくないですけど、あ泉さんが今頑張ってありますな、うん。でその岸田派が立件されるということについて、まあもう今日どうなんですかね。まあ9時にはだいたい公邸から官邸に入るでしょうから、まあ、ひょっとすると8時半ぐらいから30分ぐらい、また木原誠二家庭教師に話を聞いてるのかもしれません。木原先生どうしたらいいですか。いやもうここは無視していくしかないです。私が木原事件のことについて無視することで世間はだんだん忘れていって、小野さんが取り上げていても小野さんもうやめたらどうですかっていうそんな声まで出ていましたから、あいつはまだまだやめないって言ってましたけれども、無視するしかないですですよね先生、みたいなやり取りがあったのかどうか知りませんけれどもですね、声がかけられているでしょうね。総理、岸田派立件へという報道がありましたが、総理、はい、もうそのままでしょうね。やる気なしですな。うん。まもなく9時になります。9時になったら9時クイズ。ありがとう浜村淳ですの9時クイズの正解は1番でございます。そして贅沢ブルーベリースの電話番号は1番ではございません。カステラ1番、電話は2番。ブルーベリーは贅沢ブルーベリースは0120-780-337。0120-780-337番。贅沢ブルーベリースとてんこ盛り玉のお求めは違います。てんこ盛り玉というのが合言葉でございます。お願いいたします。9時を回っております。で自民党
政治刷新本部ですか、やってる感をとりあえず出そうと、まず150人もの議員を集めました。ねえ、やっぱり人集めは上手ですよね。政治資金パーティーで集めるの慣れてありますからね。お一人1枚2万円のチケットでしょうか、集まりました。がしかし、昨日開かれましたこの同じ会合の有識者に来てもらって、それぞれの専門家から、これは派閥はどうですかと、お金の集め方はどうですかという人事に関わることが、それがあかんのでしょうと、まあそんな話を、大切なお話をお聞きになったわけでございますが、木原誠二はじめ38人役員がおります。昨日出てきたのはオンリー10、10人だけでございました。いやいや、ここは議論するところじゃないんで、議論するための会議じゃないんで、大事なことを言っていただいたことは10人が代表して聞いて、それをみんなに伝えますんで、はい、ペーパーちょっと作ってもらいますんで、それだったら別に来てもらわんでも、紙配ったらそれでええ話だと思うんですけど、せっかくのありがたい話を聞いたのはわずか10人、つまり自民党やってる感演出、政治刷新なんてする気もないよ本部の会合はそういうことであったというふうに私は断定をいたします。9時2分、柿沢未途議員、自民党で法務副大臣をしておりました。高等区長選挙をめぐりまして、さまざまな違反、お金を配りました。そしてやってはならないという有料の YouTube 広告を出せと言って、まあ、そのことを隠したりしておりました。公職選挙法違反の罪で逮捕され、そしてとうとう起訴されるということであります。ここまで来てようやく議員辞職ということでありまして、なんとか逮捕を免れよう、なんとか事情聴取だけで済まそう、なんとか在宅起訴で済まそう、いえいえ逮捕されました、留置所入れられました、起訴されました、そしてようやく議員を辞めますという、まあ、そのぐらい厚顔無恥で、悪いことを悪いこととも思わずに、捕まったって否定をする、なんぼ証拠が出てきても否定する、これ以上やったって否定できないとなったところで認めます、悪かったです、許してください、情状酌量をお願いします、ダメです、起訴されます、起訴されました、どうしようもないから議員を辞めます、以上のような流れでございます。9時3分、共産党の志位委員長が退任をするということです。まあ、23年続いておりますんで、まあ、共産党の特殊性ということはあるんでしょうが、まあ、ここは独裁と言っては間違いないと私は思います。それは違うんですと。共産党の、仕組みの中で、運営する仕組みの中での話で、派閥はできたらあかんし、選挙をするというもんでもないんですと。いうことをまあ言ってはりますが、まあ川上哲治さんが23年間監督を連続ではしてへんですからね、それはね、えそら23年ってあなた、私そうか、すいません、今気がつきました、コモさん株式会社アンテリジャンの社長になりましたのが1999年12月26日、毎日放送退職の翌日のことでございます。かれこれこの年末で丸25年独裁体制を敷いていたということに今気がつきました。 C さんよりも長かったですね、まだ続いております。ぜひいい社員に頑張ってもらって、私を引きずり下ろしてもらいたいものでございますけれどもね、はい、で田村さんに変わります。はい、タムケンじゃなくてタムトモですね、はい、田村智子さん、まあ、日曜討論国会質疑ももちろんそうですし、はい、弁説爽やか、ズバズバッと切っていく人であります。大声張り上げて総理総理とか、そういうタイプの人ともまた違う。でその政策とか国会での発言とか討論会でどうのとかだけじゃなくて、やっぱりまあ裏方のその汗かいたり泥かぶったりするというところの組織の長としての部分もありますのでね、当然
23年もやった人の後というのは大変かとは思いますけれど、の後で JAL の社長が女性になるっていうことで、その本来もその女性だからと、そのまあじゃあ、プロゴルフで男子プロと女子プロがあるのは当然の話として、そういう体力の差とか競技の違いとかということは関係なく、本来あの人は男性ですからねって、なかなかね、岸田さんは男性ですからって言わないけど、そこに女の人はっていうののある中で、しかも最近の人じゃなくて、昔のもっともっとお姉ちゃんって、お茶組って、もう寿退社しちゃうのっていうようなのが当たり前にされていた時代からですね、共産党というところのトップに女性でなりはる上では、さまざまなご苦労があっただろうと思いますし、それを乗り越えてトップになりはるっていうのは、まあすごいなと心から思います。僕ら言うたって男として下駄履かしてもらっているところで、生きてきましたからね、9時6分から7分になろうとしています。でその日本航空の社長さんなんですよ、今赤坂さんで、まあ、昨日あの事故に関するようなことも話をしてはりましたが、大西さんで、あの人歌舞伎の人でですね、あのパイロットやった人で、今赤坂さん、ほんで今度鳥取さんという方でございます。昭和60年、1985年に社会人になっているということは私と同期、多分だから高校か短大かを出て、当時まだございました TDA、日本エアシステムになる前の TDA、コールサインの時もトアドームドメスティックですね、東亜ドメスティック、もともと日本国内航空というのと東亜航空というのが合併をいたしまして TDAYS11 が、YS11 が飛んでた時代でございますよ。ねえ、二人乗務の、CA さんね。また当時は CA さんと言ってませんわ。私も知り合いで TDA のスチュアーデスさんから JAL に移った人を知ってまして、ある種 の学歴ロンダリングって言ってたら怒られますけども、TDA の採用で JAS になって日光行きはった人っていうのはやっぱりいてはるわけですが、だから余計に JAL として入ったんじゃない中で、その管理職として歩みを進めてきて、専務になってることもすごいですけど、その専務から次の社長はこの人ですと、稲森さんが来てはったら稲森さんのある意味面接みたいなこともあったのかもしれませんが、稲森経営哲学が根付いている日本航空においてですね、その JAS、TDA が JAS が吸収されるというところをも見てるし、 JAL の破綻も見てきてるし、その中で生き残ってきて、しかもトップになるっていうことはすごいことだと思います。一般的にすごいなとか、女性社長ですごいなとか、女性社長としてちょっと講演をしてくださいとか、なんかもうそんなんよう言いませんわ。変な話、そこそこまで行く人って、あるし、これはちょっと言い方難しいな、私のだから知り合いの均等法の前後の人で、社長と副社長以下はやっぱり全然違いますからね、機長と副操縦士が全然違うように、申し訳ないですけど、やっぱり何かあった時のその責任、腹のくくり方ということにおいてで言うと、やっぱりトップかトップでないかって、もう1番と2番の違いはもうめちゃくちゃありますんで、その小さい会社であろうが大きい会社であろうが、そこでトップになるっていうことは、で女の人でしょ、だから女の人であることが特別なことだというのがあかんって言いながら、矛盾してるんですけど、女の人でそこまでいけるっていう人はすごくやっぱ限られてるんですよ。で行ってはったとしても、例えば政府の審議会であったりとか、
も含めてですね、女性活躍とかいうので3割はどうだとか、まあ、ある意味もちろん頑張ってあるんですが、本人らは頑張ってあるんですが、男社会の中で お姉ちゃんやから女の子やからって言って下駄履かしてもらってる人も、もうやっぱり本人の責任じゃないんですが、やっぱりいてはるんですよね。で、まあ、いろんな審議会やったりとか、要は会社の広報的な、うちにはこんな輝く女性もいますよって言うて出てはる人で、それは大臣も内心じくじたるところはあるでしょうけど、まあまあそれを甘んじて受け入れてやってはる女性の偉いさんってよう知ってるんですけど、そこからやっぱり専務から飛び越えて社長になる、もう次の社長はこの人しかないと取締役会が思ったっていうことなんで、そのいわゆるお飾りのことではないということですね。まあまあ中にはお飾りの、中にはお飾りの女の社長もさんもい、でもそういう会社はやっぱりダメになって言ってますから、まあ、ちょっと明日いろいろ JAL の再建についてのお話を聞くことになってるんで、インタビューすることになってる、まあ、これちょっとどこまで出せるか分かんないですけど、そうなんですよ。鳥取さんという人がどんな人なのか大変興味がありますね。しかもまあまあ事故が あった後のその処理も含めてですね、コロナの明けた後日本航空がどうなっていくのか、そしてまあまあ CA さんの時代があって、まあ、そこから先を CA として乗ってた時よりもそこから先の方が当然もう長くやってらっしゃる、マネージャーとして管理職としての仕事の方が当然長いんでしょうけれども、その CA さんをまあ軽く見て、お姉ちゃんやからなと、まあ、何年か勤めてたら辞めはる人らやしなっていうことが、まあ、まだ多分日本社会の中にはどっかにあるだろうし、そのことに対する思いも持ちながら、でもおっさんらと喧嘩したり、うまく利用したりしながら生きていくっていう女の人らは、男の管理職、男の社長よりもよほど優秀だと思いますんで、どんな人なんかちょっと聞いてみようと思いますね。で、多分そのお姉ちゃんとかお茶組とか、ね、そういうことが実はそのまっちゃんらのこととかでも今出ていることは、まあ、MeToo じゃないですけど、女性の権利だとか、人としての尊厳だとかいろんな切り口があるんですけど、やっぱり僕がその飛び交う口汚いコメントなどを見ていて感じるのは、自分の中にもそういうところが あるんだと思いますし、あったんだと思いますけど、やっぱりどっかでやっぱりお姉ちゃんっていう、女の子っていうその意識ですよね。書き垂れっていう嫌な言葉があって、まあ彼らの中ではもう書き垂れっていうのは、垂れ書くっていうのがもう別に悪いことだとも思ってないっていう、それが芸人の世界やって、まあまあそういうことを言う人もありますけど、多分今そんな芸能界だけじゃなくて、日本の社会にある書き垂れという言葉がまだ残っている、ひそひそであったとしてもまだ残っているっていうところに、解決しなければいかん問題があって、まあ、そんな中で日本航空に女性社長が誕生するというのはすごいことやなと僕はまあ思っています。9時14分、まずはその性欲とかっていうのは、まあその人によってですね、その背の僕みたいに背の高い人と、背の低い人と一緒にお手手つないで天神橋商店街歩いてたらびっくりするような写真でしたけど、昨日ご紹介しましたが、あるように、まあそれは性欲についても強い人と弱い人とあるんだと思いますけど、もうこれは犯罪です。東京墨田区の認可保育園で園児に対し押し入れに連れて行ってわいせつな行為をしていた26歳の保育士が逮捕されていると、まあこういうことは逮捕に至るものっていうのがごくわずかで、隠れたことがいっぱいあるんだと思います。女の子がお母さんに被害を相談して、で調べたら別の子がわいせつ行為をされていた映像が
この容疑者のスマホに残っていて、容疑を認めて逮捕ということです。そんなんね、その3歳4歳の子がその被害をちゃんと申告すると言ったって、信頼してるお母さんに対してだってちゃんとねものを言えるような状況じゃないでしょうし、まあ、しかしまあ一人こういう男がちゃんと挙げられたと。でまあやっぱりあの病気だからといって免責されるものではないと思いますが、もう本当ね、おちんちんちょん切るじゃないですけども、そのもう治らないものとして社会がどう向き合うかっていうのが必要なんだろうなとは思いますね。9時16分、日本維新の会の馬場代表がおととい16日日本外国人特派員協会で会見をいたしました。英語に通訳をしてもらいながら話をしておりました。大阪万博が成功すれば、地震で苦しんでいる北陸に夢や希望を感じてもらえるという大変独自の、いや、日本維新の会の皆さんはそう思ってらっしゃるということですよね。東京オリンピックは北陸に力を、ね、被災地の皆さんを元気づけるための、抗菌中中、好き勝手放題、やりたい放題のオリンピック東京ね、おもてなしおもてなし、やってた人はろくでなしろくでなし、大阪万博もさまざまな問題がありますが、まあもう地震があるわ、あ飛行機は衝突するわ、まっちゃんのことはあるわ、もうねそれで350億円のあれが本当話題にならなくなっちゃいましたよね。350億円あったら一体何ができるのでしょうか。まあだから復興に使うっていうんですかね。まあ結局あれ修正材ですからね、ほとんどね、ボンドで固めた木ですからね。まあなんかには使えるんでしょうね。まあ少なくとも寒い時にトンド焼きみたいなんして暖を取ることはできるんでしょうけど、高い焚き火やな。そらマンパワーも取られるしね。その解体屋さんと作る人とはまた違いますし、まず必要なのは解体屋さんなんですけど、税金の使い方もそうですし、資材不足もそうですしね。トイレのないところでまだねちゃんと上下水道できてへんところですから、工事しはる人のトイレも必要でしょう。でも万博のところに使うより被災地持って行ってあげてよという声が上がるのは、まあそれはそれで当然ですよね。二者択一ではありませんと、財布は一つではありません。どんだけ財布あると思ってんねん、ほんまに。もうそこの財布に入ってんのは We are taxpayer、我々の税金でございますよ。もうチュー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 吸い張りますからね。自民党が吸い、そして維新が吸い、もう本当に、どんどん吸い込まれていっております。なかなか立派なお考えでございますね。万博が成功すれば北陸の人が喜ぶ、夢や希望を感じる、そんな人もいるのかもしれません。中にはいるのかもしれませんが、私の周りにはいてはりませんね、本当にね。時刻は9時19分。和歌山県串本町と那智勝浦町を結びますトンネル浅川組というのは、まあここもまあこれまでもいろんな問題がありましたが、などの JV ジョイントベンチャーが作っておりました。なんとなんとずさんな工事で、電気取り付けようと思って、はい、コンクリにネジ打ち付けようと思いましたら、埋め込もうと思いましたら、30センチあるはずのコンクリが3センチしかなくて、その向こうが空洞であったと。って調べていったら、もうそんなとこばっかりで、すんません、まあまあ穴は掘って貫通はしてるんですけど、そのしつらえの部分全部やり直しです、20億円ほどかかりますが、と、まあ、そんな無茶な工事でした。まあ、今回たまたまバレましたけど、
安坂組などがですね、昨日記者会見を行いました。まあ、それも社内のその弁護士によるものなので、どこまで第三者的な視点で見られてるか分かりませんけれど、とんでもないことでしたと。で、現場の所長がとっても偉くて、まあそれは所長偉いですけど、俺はトンネルの専門家やと。で、まあまあここでも問題になったのが納期とコストの問題ですね。いろいろ問題あるけど大丈夫や、大丈夫大丈夫大丈夫、本社に言いに行ったって俺の方が専門家やねんから、まあ、あいつらあんなボンクラじゃない、分からない、お前持っていくつもりか、ほんまにそんなことチクるつもりか、分かってんのかお前、まあ、みたいなことやったみたいですね。だから問題に気がついている現場の人はいましたが、その現場所長、俺はトンネルの専門家じゃって言っている人、まあ、まさかこれをね、私はトンネルの専門家でございますので、私にお任せいただきましたら大丈夫でございますというふうには言ってないでしょうね。俺はお前トンネルの専門家なのに何をしろとか、本社のやつなら何も分かるか、あんなもんコンクリにしてしまったら分からへんやないか、あんなもん、もうダウン検査したら音分かるけども、もう打たすなよ打たすなよ、打たしたらあかんぞ、あんなもんダウン検査なんかされたらもうそら中空洞やったらコーンって響いてまうから、あんなもんすずたさしてあかんぞ、納期があんねんから、お前ただでさえ安い金額でやってて、これ以上やったらもう赤字にならないか、お前給料もらんでいいのか、まあ、みたいなことがあったようですね。今のはまあちょっと、はい、脚色小森康則、出演小森康則でした。私の頭の中に浮かんできたやつですけどもね、しかしまあどう考えても浅川組がやった直近の、少なくともこの現場監督が関わった何らかの形でトンネルは全部調べなあかんの違います？そんな人間がここのトンネルだけで手抜いたとは思えないですよね。手抜くやつはだんだん手抜いていきますよね。このぐらい手抜いても大丈夫やろうとね、100円やったら大丈夫やろう、レジから取ったって分からへんやろう、最初からそんなもん20万も取っていきませんからね、 10円ぐらい分からへんよな、100円やったら分からへんな、500円でも分からへんかったわな、お札も分からへんかったでって、まあだんだんそうなっていっているでしょうから、この当該のトンネルだけじゃなくって、浅川組のやってるところは何一つ信じない、この現場の所長のやったことは何一つ信じないという誓約説で調べてもらいませんと安心してトンネル通れませんよね。はい、時刻は9時23分です。日本テレビのエースアナウンサー、まあ、私とは10歳ぐらい違うんかな、藤井貴彦さんという方、まあ、ネットニュースになるところしか僕はほとんど見てないんですけど、こんな時にこんなコメントを出しましたというのが本当に秀逸な方で、まあそれは西康さんにしてもね、川田直也さんにしても大変やと思います。その僕のできなかった、やろうともしなかった爽やかにニュースをまとめていくというお仕事をされているアナウンサーの皆様におかれましては、羨ましいともまあ思わないというか、まあ、まあ何ですかね、そんなに爽やかに的確に物事を伝えられるって本当にこう、嫌味じゃなくてほんまにすごいなと思います。藤井さんがなんかの事件で、あるいはなんかの事故で、自然災害でこんなことをコメントしてはるっていうのはもう本当に優等生が服着て歩いてるようなもんですから、こんな生き方をコモさんはしてきてませんので、ガキ大将が服脱いで歩いてるような63年近い人生ですので、なかなか大変やなと思います。ザ・タイムも一緒ですけどね、本当にで独立しはるんだそうです。でもまあゼロに出はるということなんで、まあまあ手取りがアップするということなんでしょうね、しかしまあまあやっぱり独立してしまいますと結局ね、後ろ盾、局の後ろ盾がございませんので、ちょっと心配する人もあるかもしれませんが、まあ38で辞めた大先輩が一言言わせていただきますと、まあ
あ、大丈夫です大丈夫です、なんとかなります、命さえあればなんとかなります、そしてその命もいずれつきますんで、どうぞ好きにやっていただいたらと思いますね。 NHK の青井さんも辞めはりまして、あの人もなんか背高い感じですよね。こちらはフジテレビの「イット!」に行きはるという記事が出ておりました。以上、政治から芸能情報、いろんなことをひっくるめまして朝刊チェックヘッドラインでございました。時刻は9時25分。最後は今朝の一言でお別れすることにいたしましょう。テレビに関しまして、いろいろと皆さん思ってらっしゃることがあるでしょう。おもんないなとかいろいろなことを言い張ります。まあ、おもんないなと言った方がかっこええように思われる世の中も僕はまあどうかとは思いますが、この人に言われたら、この人に言われたら、そらもう、ぐうのでも出ませんね。それはね、今朝の一言はこの人の一言です。バラエティ番組には絶対出たくないです。くだらないから。小泉今日子さん。キョンキョンです。まあ、時々言ってます。年に何回も言ってます。キョンキョンがミッケルハウスという私がビクター音楽産業原宿でバイトをしてた時にまだ新人でした。3曲目、4曲目出るか出へんか。の時でありました。ちょうどディレクターが4曲目から変わった時かな。はい、宣伝文などを書いておりました。まだまだ10代の小泉今日子さんが、小森さんおはようございますと言ってくれた、そのことをキョンキョンは忘れていると思います。きっと忘れているでしょう。忘れているに違いない。覚えていたら怖いですね。57歳、49歳で会社を立ち上げ精力的な活動を続けております。マネージャーとしてしっかりお仕事をされています。まあ、元アイドルであることはついてもあるんですが、有働由美子さんと対談をしてはりました。先日ゼップナンバーで行われたビデオライブ見に行ったんです。そうだったんですか、ありがとうございます。まあ、そういう活動もされていますし、キョンキョン、例えば私がコンビニの話をすると、小泉さんコンビニ行くんですかって言われたりするんです。コンビニぐらい行くよと思うけど、まあ、相手の気持ちを思ったら、確かに松田聖子さんをコンビニで見かけたらびっくりするだろうな、なるほどなと一度人に変換して言わないといかんと。まあ、その点コモさんなんか楽ですよね。コンビニも行って新聞買うてますし、立ち飲みでも飲んでますし、その辺ふらふら歩いてますし、今朝も始まる前に真っ暗なスタジオをトントンとノックして、てんこ盛りクラブの会員証をお見せいただいた方いらっしゃいました。向こうも怖かったと思いますが、こっちも怖かったです。真っ暗なところでトントンとここ叩かれて、会員証ピュッと出されて、まあまあ普通の生活をしておりますが、自分にとって日常のことなんで、そんな風に言われるとピンとこなくて、いやいや我々からすると、もう松田聖子さんも小泉今日子さんも同じような雲の上の存在ですよと。ところで最近はテレビのバラエティ番組で全然お見かけしませんねと、多分有働さん何の気なしに聞いたんやと思います。何の気なしに多分聞いたんやと思います。そしたらキョンキョンこう言いました。最近テレビのバラエティ番組で全然お見かけしませんね。絶対出たくないですね。なぜですか。くだらないからくだらないからわお、どういうところがくだらないですか。どういうところも何も素敵だと思いますか。実は私もあまり見ないんで、徳藤さんコメント難しいですね。でも小泉さんが昔出てた時のテレビのバラエティ番組と何が違うんですかね。多分ね、ちょちょ待って、なんか、はい、有働さんもドキドキして、なんかとりあえず聞かなと思って聞いたんでしょうね。多分昔と同じだからまずいんじゃないですかね。世の中がガラッと変わってるのに、昔のムードのまま押し通そうとしてる。テレビ局は変わらないとまずいよねと思ってます。
はっきりおっしゃるんですね。はっきり言います。あのみんなテレビ局に喧嘩売らないようについつい表現を和らげてしまいがちなんですけど。そっか、私はもうテレビに出ないと生活に困るという感じでもないし、何ももたれかかってないので、そのために独立したっていうところも私の中にはあるんですよね。お見事。いやー、お見事、キョンキョン、お見事。そうなんですよ。だからね、何かに寄りかかろうとするから、みんな、まあ、忖度、長いものに巻かれろということになりますし、まあ、そうしないと生きていけない方がほとんどなんだと思います。8割9割の方がそうなんだと思います。私はキョンキョン党です。まあ、私の方が先独立してますが、結局独立するとはそういうことです。お金儲けのこととかそういうこととは関係なくですね、何かもたれかかるところがないというの、この自由さ、その代わり責任は自分にあります。だからもたれかかってる人に何か言われても、何かなんだかなと思います。自分はもたれかかって匿名のところから何やかん言うてきたがって、こちとら場所も分かってますし、天神橋筋 6-4-14、 郵便番号 530-0041、 はい、公開してありますんで、どこのドイツということを分かった上でもたれかかずに喋っておりますんで、匿名のやつが自分の住所も言わずに、何や言ってきたって、もう会おちゃうかと思いますよね。そうですよね。有働さん49歳で NHK を辞めてはりますが、まあ、ニュースゼロからまた新たな旅立ちをするということでございます。羨ましかったら辞めてみてください。へえ、辞められへんでしょう。では今日はこの辺で失礼をいたします。この後会社行ってお仕事をしてまいります。いろいろと社長やらなあかんことございますので、ではまた明日でございます。本日も長時間にわたりましてご覧いただきましてありがとうございました。アーカイブの方では前段と後段に分けて配信をしておきます。ではまた明日インジャンをしてお別れいたしましょう。最近何が多い、パーが多いとかグーが多いとかチョキが少ないとかなんか知りませんがあるんですけど、僕全然そんなん気にせずにその時その時の気持ちでやってますんで、あんまりその確率論で言わないでくださいね。なんかウインクしてからやるとパーが出るとか、なんか そんな法則も全くございませんので、はい、いいですか。はい、では参ります。すでに贅沢ブルーベリースの電話の受付は始まっておりますので、お願いいたしますね。はい、贅沢ブルーベリースの申し込みは 0120-780-337 番でございます。てんこ盛り玉が合言葉です。では参りましょう。いいですか。はい、また明日インジャングー。では行ってまいります。良い一日になりますように。